皆様こんにちは、アトリエ R のゆみこです。今回の課題はこちらです。フォックスフェイスですね。この狐のお顔みたいなやつです。そしてキウイのつる、これ黄色に塗ったものです。あとはモンステラです。そしてこちら、今回ですね、ガラスの花器に行けます。ハンズマンでね、購入したもので割れないっていうものをですね、購入しました。それでは始めていきましょう。まずはですね、モンステラを入れていきます。でもこれしばらく使ったものなんですけど、まあまだ元気なのでね、ちょっと水なしでやってみようと思います。で、まあね、このまま乾燥しても面白いかなという感じですね。そしてこちらがフォックスフェイス、結構大きいのでね、カットしますけど、もう乾燥してるのでね、結構硬かったですね。で、乾燥させるとね、このまましばらく黄色い可愛い状態が続くのですごく便利ですね。で、そのマスっていうのは集合させて塊を作るというね、構成なんですけど、今回はマスの構成というわけではないんですが、一部マスを作りたいなと思って考えています。この黄色をちょっとギュッと固めるっていう感じですね。で、ちょっとね、上の方入ってなかったですね。思ったより高く作りすぎております。はい。で、まあ、全体を見ながらモンステラの位置を調整します。キウイのね、つるを入れていきます。これね、結構もう前にこのレモンカラーっていうか、この可愛い黄色がいいなと思って塗ってたんですけど、なかなかちょっと出番がなくてですね、やっと今回色がね、合ってるかなと思って使ってみました。細いつるなので、まあ、今日みたいな感じには使いやすいのかなと思います。ただね、ちょっとね、入れてみてるんですけど、なかなかうまく思ったようにいかなかったので、何度もね、ちょっとやり直しをしております。全然ちょっと本当に上の方がね、映ってなかったですね。最初のちょっと想定より高くしちゃいすぎましたね。で、ちょっと右前が寂しいので、モンステラをね、もう一枚入れます。そうで、こちらインスタをね、見てくれる方はご存知だと思いますが、藤崎八幡宮で使ったモンステラになります。まだすごい元気ですよね。で、全体を見て向きを調整します。そうで、やっぱりちょっとね、高く入れすぎましたね。うちの玄関って高さが限られてるので、あまり高くすると置けないんですよね。そうで、ちょっとね、高すぎたので、玄関に置いてみてやり直しをしました。はい、できました。いかがでしょうか。今回この黄色のね、マスの部分をちょっと取れた実の部分もね、乗せたりしてしっかり集めました。で、ちょっとね、何回もやり直したので、なかなかうまくいかなかったですね。どうにか形になったかなと思います。
います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、いつかまたマスのね構成もやりたいなと思っていますので、また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。